はいどうも、水にゃんです。えー、PDR さんがカリスマブラザーズのファンクラブに入ってみたっていう趣旨の動画を YouTube に、まあ、アップロードしたところ、まあ、ウームから、えー、削除されました。まあ、その動画内容が、まあ、PDR さんがカリスマブラザーズのこう、有料ファンクラブに、まあ、入って、で、会員ページや、まあ、会員限定動画を映したり、 まあ、会員がもらえる会員証を、まあ、ゴミ箱に捨てるみたいな、こう雑に扱う内容だったのね。で、まあ、多分ね、PDR さんは、ジェネシス1に所属していた時 u u ーにま、所属する、まあ、ヒカキンとか、カリスマブラザーズを、ま、動画内で批判をしたことがあったの。で、その時に、ウームから抗議を受けたことに、多分根に持って、まあ、あの動画を作ったんだと思うのよ。 で、PDR さんの感覚だと、ま、あ、そういう動画って、ま、あ、アメリカとかよくヨーロッパとかである、ま、あ、ザ・シンプソンズみたいなさ、ま、あ、社会風刺とか、そういう目的でこうやってるんだけど、ま、あ、ウームってさ、あの、この間、ま、あ、クソみたいなさ、あの、乙女芸を、ま、出したじゃん。だから、多分所属 YouTuber のイメージを落としたくないし、アイドルみたいな感じで、 売り出したいんだと思うのよ。だから、ウーム側の主張も、自分の事務所にこう所属してる YouTuber が、まあ、けなされて抗議する気持ちって、あるのはもう当然俺理解できるし、まあ、特に今回のカリスマブラザーズ動画なんかは、まあ、会員限定のページ、もうこれ絶対さ、映しちゃいけないじゃん。だって見たい人っていうのはさ、お金を払って、 その動画を見てるわけだから。それをあの無料で見れる YouTuber で公開するっていうことは、もう法的に訴えられても何も言い返せないところってあると思うのね。で、そういうのも、まあ、あ PDR さんの、まあ、あそういう部分の紐もあるから、一概に僕は UV の言論弾圧だと言い切れないところがある。で、まあ、あ PDR さんって、 まあ、ウームみたいな巨大な権力に立ち向かう自分をなんか視聴者に見せて、で、視聴者から、かっこいい、まあ、PDR さんは、あのー、全然違うみたいな、他の YouTuber 違うみたいなところ思わせたいところってあるのかなって思うんだけど、でも、やり方を考えないと、最終的にこう自分の首を、ま、締めてしまうだけになるんじゃないかなって、いうふうに、ま、俺は思うんだよね。 でも、僕は PDR さんの動画が好きだし、まあ、あの、これからもね、あのー、まあ、ちょっと、マイルドにした感じで、あの、僕らを、まあ、楽しませてもらえたらなっていうふうに、まあ、思います。まあ、もしね、えー、この動画を見て、あ、いい意見言ってるなと思ったら、えー、高評価、そして、えー、チャンネル登録、よろしくお願いします。以上。 ニズニャンでした。